はい、それでは最後の動画をお送りさせていただきます。1回目の動画では合格できる勉強の仕方と合格できない、勉強の仕方をお伝えしました。合格できる勉強の仕方は理解学習ですね。合格できない勉強の仕方は丸暗記学習ですね。まずこれを理解していただきました。で、丸暗記学習、つまり合格できない勉強の仕方を続けていたとしてもいつまで経っても合格できません。また時間も無駄ですし、お金も無駄になってきます。だからやめてくださいねっていうことをお伝えしました。そして2回目は合格できる勉強法に焦点を当てて、実際具体例を出しながら解説させていただきました。重要なのは問題文の理解、質問内容の理解、解説の理解、この3点ですね。初めて勉強する方にとってはちょっと難しく、思ったかもしれないんですけども、これからあなたが勉強を進めていく中で必ず、ぶち当たる壁になってきますんで、頭の片隅に置いといてください。ポイントが頭に入っていても答えを導けない。その原因っていうのは問題文の理解と質問内容の理解、これがちゃんとできていないからなんですね。だから問題文の理解と質問内容の理解、これについて具体的に事例を出しながら解説させていただきました。そして今回の動画ではこの合格できる勉強法、理解学習を実践して継続するためのノウハウをお伝えさせていただきます。勉強の仕方が分かっていても実践できなかったらいつまで経っても合格はできないですよね。宅建試験っていうのは最低でも3ヶ月、長い方だと1年とか、勉強するわけですよ。長い期間勉強しないといけないので、3日坊主はダメなんですよね。忙しいことを理由に勉強できなかったら合格できないんですよ。だから今回の動画では具体的に時間の使い方と勉強の習慣づけ、この2点に絞ってお伝えさせていただきます。まずですね、勉強の使い方についてお伝えするんですけれども、もしあなたが忙しくて勉強する時間ないんだよなってもし思っているのであれば、その考え方を変えないといけないんですね。それはなぜかっていうと、忙しくて勉強できないっていう風なことをね、正当化してしまうと、いつまで経っても勉強時間を作らないんですよ。忙しいから仕方がないっていう風に理由付けをしてしまうんですね。だから結局勉強できずに不合格ってなっちゃうんですね。だから考え方を変えないといけないんですね。忙しくても勉強できるんだっていう風な考え方に変えないといけません。考えが変われば行動が変わって、行動が変わったら習慣が変わって、習慣が変わったら人生が変わるんですね。だから、一番最初である考え方を変えていかないと、合格っていうのは手にすることはできませんので、まず忙しいから勉強できないって考えるんじゃなくて、忙しくても勉強はできるんだ。実際に忙しくて勉強してる方ってたくさんいるんですよ。合格している方、ほとんどの方が忙しいんです。仕事をしてたり、主婦であってもね、育児をしたりするとやっぱり忙しいんですよね。そんな中でも合格していくんですよ。実際に弊社の個別指導の受講師さんもそうでした。忙しいけれども、短い時間でも、短時間でもね、5分、10分であっても時間を作って、それを習慣化して合格していきました。だから自分だけが忙しいんじゃないんだと。周りも忙しい、それでも勉強して合格していってるんだっていうふうに考え方をまず変えましょう。その上でじゃあ何をやるのかっていうと、具体的に先に勉強する時間と場所を決めちゃうっていう方法があるんですね。単に勉強しようと思ったとしても、大体が勉強せずに終わっていくんですよ。それはなぜかっていうと、事前にいつどこで勉強するかを決めてないからなんですね。もしあなたが営業の仕事をしていたとして、11時から A 社で打ち合わせっていう計画があったとします。そしたらね、手帳にそう書き込んで、実際その手帳を見ながら、あ、今日は11時から A 社で打ち合わせがあるんだ。あ、じゃあ10時半ぐらいにどこどこに行っておこうとかっていうふうに考えますよね。または、もし B さんと、東京駅で、12時待ち合わせって決めたら、その時間に行きますよね。それって事前に決めているからなんですよ。決めていなかったらおそらく行かないと思います。勉強も一緒なんですね。事前に時間と場所を決めておく。もっとね、言うと、何を勉強するかも決めておくって言葉でやればもっといいんですけども、一応ね、時間と場所だけでも決めておきましょう。実際私はどうやって決めていたかっていうと、仕事は終わってからマクドナルドで勉強するって決めてたんですね。で、私自身がちょっとね、仕事終わるの遅くて、11時とか12時なんですよ。日によってやっぱね、終わる時間が違うんですね。11時の日もあれば、12時の日もあると。だから、何時って決めるんじゃなくて、仕事が終わった後って決めたんですね。で、場所はマクドナルドって決めてるんで、家に帰らずに、まあ、24時間やってるマクドナルドが、まあ、車で20分とかかなっていうところがあったんですよ。まあ、若干遠いけれども、そこまでしないと私は勉強しなかったんですね。家に帰っちゃったら、もう勉強できない。怠けてしまう。だから、集中して勉強できる場所を、いくつか回って決めたんですよ。まあ、デニーズであったりとか、ガストであったりとか、いろいろ行ったんですけども、まあ、結果的にね、自分の中で勉強、集中して勉強できる場所っていうものは、マクドナルドだったんで、まあ、そこでやってました。で、大体、勉強する席も決まってるんですよ。まあ、そこの席がね、埋まっていたら、ま、別の席になりますけども、まあ、大体が空いてるので、夜中なんでね、
だからそこの席に座って勉強してました。12時ぐらいから始めて、1時半とか2時ぐらいまでかな、勉強はやっぱしてました。そうでもしないと人って怠ける動物なんでやらないんですよ。初めはきついかもしれないですけども、まあね、3日4日繰り返すとそれが習慣化されていくので、まあそういうふうに私はやってました。なんであなたも先に勉強する時間と場所を決めましょう。初めは場所って言ってもね、いくつかねあると思うんですよ。 あそこでもできんな、ここでもできんなっていうふうにね。実際教材を持っていたらどこでも勉強場所になるんですね。例えば駅のホームだったりとか、まあ自宅だったとしてもリビングと、自分の部屋があったらこれも違いますよね。あとダイニングテーブルも場所は違うわけですよ。ちょっと移動するだけでも集中できる場所ってやっぱあるんですよ。だからそういったところを探していく、いろんなところに行って試してみて、自分が一番勉強しやすい場所を見つけるってことをやってみてください。でちゃんと時間とか場所とか決まったらちゃんと手帳に書く。私はスマホですね。スマホの、Google のスケジュール帳みたいなのがあるんですよ。私はそれに毎回入力してました。まあ初めの方はもう毎日同じことを書くんですよね。仕事が終わる12時ぐらいからマクドナルドで勉強。次の日も同じっていうふうに、まあコピペみたいなのずっとやってたんですけども、まあ1週間ぐらいやるとね、もうそれ書かなくてもできるようになります。初めはやっぱりね、スケジュール帳に入力ってことをぜひやってください。で、あとはね、アラームを設定するっていうのも一つなんですよ。30分前にアラームをかけて、何時から勉強ですよって分かるようにしておく。そうすると気持ちの切り替えもしやすいですよね。で、私はアラーム設定もしていました。なので、ぜひですね、先に勉強する場所と勉強する時間を決めて、手帳スケジュール上にちゃんと入力しておく。で、それを30分前、10分前にアラーム鳴らすというところまでやっておきましょう。で、続いて勉強の習慣に入っていきます。で、実際、初めはね、勉強ってやる気になってるから、進むんですよ。ただ、3ヶ月とか1年とかっていうね、何ヶ月何年単位で勉強を続けるってなってくると、その中でモチベーションが下がることっていうのは必ずあるんですね。このモチベーションが下がること自体全然問題じゃないんですよ。誰でも下がります。私も下がる。ただ下がったからじゃあ勉強できないではダメなんですよ。下がっていても勉強できるようにしないといけないんですね。その方法を2つお伝えします。1つ目がメリットデメリット法、もう1つが短時間行動法。まあ、この2つをお伝えさせていただきます。まずメリットデメリット法、まずメリットの方からいきますね。例えば、あなたが旅行好きだと仮定しましょう。そしたら旅行行くためにはまあね、10万とか20万とかかかってくるわけですよ。あそこ行きたいな、 あっちも行きたいなってなったらそれなりにお金かかってきますよね。となってきた時に合格することによって、例えば資格手当が出ます。一般的には1万円2万円っていうのが多いかな。まあ2万円出たとするのであれば1年に24万貯まるわけですよ。同じ仕事をしていたとしても資格があるだけで24万プラスアルファで乗っかってくるわけですね、給料に。となってくるとその24万円であそこ行こう、あそこ行こうっていう風にできるわけじゃないですか。それを一つのモチベーションにするんですよ。でやる気なくなってきたと思ったら、あ、これもうちょっと今ね頑張っておけばあそこ旅行行けるんだ、あれも買えるんだとかってなるわけですよね。まあそういったことを一つのモチベーションにしていくわけですよ。合格することによってどんなことができるのか、どんなメリットがあるのかっていうのを考えて、それを頭に思い浮かべる。やる気がなくなった時は、あ、合格したらこれができるんだ、あれが変えるんだってことを頭にイメージして、だから今勉強しようって思って勉強するっていうやり方ですね。もう一つがデメリット法。これはですね、私は実際デメリット法でやってました。私の周りの人っていうのは、当時ですね、もう年配の方が多いんですよ。もう60代がほとんどっていう感じの中で私は仕事してたんですね。となってくると、昔って宅建試験ってそんなに難しい資格じゃなかったんですね。だからその方々の頭の中では宅建試験は簡単な試験っていうイメージなんですよ。そうすると私がもし落ちたらその人たちにバカにされるんですね。もう私はそれがですね、もうすごく嫌だったんですよ。だからもう勉強できなくなってモチベーション下がってきたってなった時に、その人たちのことを頭に浮かべてバカにされる、ようなことをイメージするんです。じゃあそれは絶対嫌だ、だから勉強しようっていうふうに勉強してました。弊社の個別指導の受講さんでは、まあ女性の方だったんですけども、社内にちょっと事務員が女性が多かったんですね。で、まあおつぼねみたいな人がいて、ちょっとなんだろう、まあいじめだったりとか、まあそういったパワハラみたいなのがあったんですよね。もうその人から逃れたいと。転職したい。転職するにもやっぱり宅建試験あった方がいい。宅建の資格を持っていた方がいいということで、勉強始めたんですよ。その方のパワハラから逃れるために勉強したんですよ。もし落ちたら、またパワハラを受け続けなきゃいけない。もうそれだけは勘弁だっていうのを常にイメージしていただいて勉強してもらったんですね。だから何かメール来ました。勉強できてませんっていうメールが来たら、そのパワハラのおつぼれさんのことを考えてくださいと。もう嫌ですよね。もうそこから逃れたいですよね。じゃあ勉強しましょうよっていうふうな形で勉強し続けてもらいました。
で、結果的にね、その方は1回で合格したんですけども、そのデメリットっていう方法もやっぱ有効なんですね。まあ、どちらでもいいです。メリットでもデメリットでも構いません。で、続いて短時間行動法。いきなり1時間とか、まあ、2時間とか勉強してくださいって言っても、本当は無理なんですよ。もちろんね、勉強続けていく中で1時間とか1時間半とかは毎日勉強はしなきゃいけないけども、いきなりですね、今日から1時間っていうのも難しいんですよね。だから初めは10分とかでいいんです。10分だけ勉強しよう。10分だけ集中しよう。10分厳しかったら5分でもいいです。5分だけ集中しようと思って、5分間だけアラーム設定するんですよ。10分でもいいです。10分だけアラーム設定。で、アラーム設定をして勉強を開始するんですね。で、その時間だけ集中してタイマーが鳴ったら終わると。いうふうなやり方。これで十分です。はじめはね、やっぱ5分とか10分ぐらいなんですよ。でも、翌日は、5分、10分やって、あ、これまだいけるな、タイマー鳴ってもいけるなと思ったら、じゃあプラス5分しよう、プラス10分しようと思って、実際に自分が集中できる時間を徐々に伸ばしていく。まあ、30分ぐらいまで伸びると思うので、30分ぐらいまで最低でもね、伸ばすと。そしたら自分の集中できる時間ってわかるじゃないですか。人によっては30分かもしれない。人によっては45分かもしれない。人によっては1時間かもしれない。そしたらそれを一つのね、まとまった時間と考えて勉強を進めていく。朝は30分だけ勉強しよう。昼間も30分できるな。あ、夜も30分できるな。いうような感じです。これはモチベーションが下がってちょっと勉強できない期間があったと。例えば2週間勉強できなかったなって言った時に、もう一回再度勉強の習慣づけをしないといけないっていう時にも使えます。はじめはいきなり1時間とかってなかなか厳しいんで、5分、10分から始めて、徐々に増やしていくというふうなことをやっていくといいと思います。ただこの3回でお伝えした内容を、じゃあ実際に独学の方だったり、通信講座通ってる方、予備校生っていうのは自分でやっていかないといけないわけですよ。先生が横について教えるわけじゃないですよね、こういったことって。となってくると、なかなか自分で行うのは難しいんですよね、現実問題として。人は怠ける動物なんですよ。だから誰も見ていないと、ちょっと怠けたいな、今日ぐらい勉強しなくてもいいかっていう囁きがね、やっぱ来るんですよね。一日休むぐらいならいいけども、それが2日になって、3日になって、4日になって、1週間になって、ってなっちゃうんですよ。もしあなたが卓球の勉強をこれまでしたことがあるっていうのであれば、ちょっと過去を振り返ってみてください。本格的な勉強は試験前だけで、それ以前は勉強しないといけないって分かっていても、やっぱり勉強できなかった。そんなことってなかったですかね。でもご安心ください。そんなあなたにご提案があります。合格したい。合格して給料を上げたい。合格して転職したい。就職したい。そう思ってるあなたにご提案です。4年連続 70% 超えの合格率を叩き出した個別指導プレミアムです。この個別指導プログラムでは、理解学習のための合格テキストの過去問集を使って勉強していきます。市販のものであったり、予備校通って支給される教材では、理解学習ってなかなか難しいんですね。っていうのも、その理解しなければならない内容まで記載されていないんですよ。で、結果的に、自分で調べなきゃいけない。自分で調べるにしても、どこを理解していいのかわからない。結果的に丸暗記学習になって、落ちちゃうってことになっちゃうんですね。それを弊社の合格テキストと過去問集で解決することができます。そして、小テストと総合テストで、ここで勉強した内容を確認して、復習して、さらには問題量を増やしていただくっていうことを行っていただきます。もちろん、ここでも理解学習を実践していただく流れになります。さらに分からない時は絶対出てきますよね。そういった時は24時から365日質問し放題です。分からないことがありましたら、いつでも私に直接メールください。24時間以内には解説させていただきます。多くの予備校であったりとか、通信講座、質問し放題とかあるんですけども、私の受講者さんから聞く話によると、3日後だったり、遅いところだと1週間後とかっていうのはあり得るんですね。そうなってくると、あなたが質問した内容を忘れちゃいますよね。弊社はそういうことがないように、遅くても24時間。大体ですね、6時間以内には、返信させていただいております。わからないことがありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。そして、計画表の作成と修正、さらには勉強の進捗管理。これを行っている予備校っていうのはほとんどないと思います。私があなたのために計画を作成し、さらに勉強進んでいなければ、それを修正させていただきます。大体弊社の受講師さんでも、計画通り進む方っていうのは半分ぐらいなんですね。残りの半分の方って遅れてしまうんですよね。そういった時もちゃんと私の方に言っていただければ、私は計画表を修正させていただきます。さらには1週間に1回、私が勉強できていますかっていうふうに確認させていただきますんで、勉強が進んでいないっていうことであればすぐにメールください。計画表を修正させていただきます。もちろん勉強の習慣がついていない、やる気が出ない、会社の仕事が忙しくて勉強できていない、そういったことがありましたらご相談ください。そういった相談に対しても相談に乗らさせていただいております。そしてアドバイスさせていただきますんでご安心ください。でさらには過去問15年分の解説です。ここで行う過去問集っていうのは、平成元年からのピックアップ問題集なんですね。これだけでは合格点40点とかっていかないんですよ。
大体合格点ギリギリぐらいなんですね。そのため余裕で合格したためにも、やっぱり過去問15年分っていうのはやっていただきたいんですね。もうそのために、今回個別指導プレミアムでは、もうこれはセットでついています。これについては、スマホだったりとかタブレットだったり、パソコンとかで勉強していただくものになります。通勤の時であったり、出先の時であったり、空いた時間があったらいつでも勉強できるような形をとっています。そして、個別指導プレミアムの無料特典です。まず、語呂合わせ集。まあ、覚えなければいけない内容ってやっぱり出てくるんですよね。理解学習をやりつつも、やっぱり丸暗記で勉強しなければいけない部分っていうのは出てくるんですよ。まあ、そういったものについて語呂合わせできるものについては語呂合わせ集でまとめていますので、ぜひこちらもご活用ください。こう使えるようになったら簡単に問題解けるようになりますので、ぜひご活用ください。そして宅建合格勉強法のテキスト、これは以前まで 29,800円の有料で売ってたものなんですね。これを今回特別にセットにさせていただきます。理解学習をどうやってやるのか、まだ勉強を進めていって、壁にぶち当たる時ってたくさんあると思うんですよ。そういった時にこちら見ていただければ解決策が載っていますんで、ぜひご覧ください。また、これ見なくてももし分からないことありましたら、24時間365日質問し放題なので、ご相談ありましたらすぐに私に、質問していただくってことも、可能です。そして最後に数字のまとめ集ですね。期間であったり期限であったり罰則、こういったものを覚えるの苦手ですよね。で、いろんな分野に出てくるんですよ。権利関係でも、宅建業法でも、法令上の制限でも出てくるわけですよ。こういったものを全部ここにまとめております。例えば2週間以内ってどんなものあったっけって思ったら、こちら調べていただければ2週間以内のものっていうものがずらーっと並んでいますんで、それで調べていただくってことが可能です。分野をまたいで2週間っていう数字が出てくるものは全部まとまっているので、ぜひこちらもご活用ください。宅建試験っていうのは1年に1回しかないですよね。落ちてしまったらまた1年勉強しなければいけないってなっちゃうんですよ。まあ、これでね、もう一回頑張れるって方もいるんですけども、頑張れない方もやっぱいるんですよ。それで諦めてしまうって方も実際いるんですよね。でも宅建試験っていうのはやり方を間違えなければ誰でも一回に合格できる資格なんですよ。だから今言った理解学習ってものをぜひ実践していただいて続けていただきたいんですね。それができれば合格できます。ただ一人で頑張っても合格できない、予備校帰っても理解学習を教えてくれないから合格できない。でも合格したい、就職したい、転職したい、合格して給料を上げたい、もしそう思っているのであれば私と一緒に勉強しませんか。あなたに合格してやる自信あります。お申し込みについては下にリンク貼っておきます。YouTube ご覧いただいている方はこちらの動画の概要の中にリンク先貼っておきます。弊社のホームページご覧いただいている方は下にリンク貼っておきますので、ぜひそちらの方からお申し込みください。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。